てくれますよ。おちまるくんが来てくれました。揺れております。早いな。おちまるくん揺れております。おちまるくんの紹介しますね。すごいランウェイを歩く感じで栃木県元気ニコニコ部長のおちまるくんです。全国スポーツレクリエーション祭りスコレクエコ栃木2021のマスコットキャラクターとしてデビューしました。栃木県庁前の栃の木から生まれた栃木県の元気とニコニコで全国のお友達を笑顔にすることが夢だそうです。ちまるくんね、さっきねすごい体操もね披露してくれましたね。ありがとうございます。続いてははい、決めてくんね。決めてくん、名刺は名刺がなくなっちゃったかな。続いては青森県の決めてくんです。毎年来てくれるんですよ、この行事の本当なんですけどね。相撲なのか、はい、毎年ウルトラ大集合ではもう作ってますので、ぜひぜひ、はい、今シャッターチャンスです。だいたい1番に登場してくれるんですけど、今日は2番目でした ね。決めてくん、ちょっと一周くるーっと後ろ姿も見せてください。はい、ほら模様のね、お着物を着てらっしゃいます。青森県の形で、ね、決め手は青森県さん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。来たももちゃま、ももちゃま、ありがとう。宮崎県人会から参りました、はい、宮崎県のぐーちゃんです。ぐーちゃん、宮崎県シンボルキャラクターの宮崎県で、はい、3匹いて、その中の今日はぐーちゃんが来てくれました。ぐーちゃん、宮崎県の特産品やゆかりのかぶり物をかぶって宮崎の PR を頑張っているそうです。素晴らしい。ダンスがね、とっても上手だそうなんですが、そうなのね、照れてる。あ、うまいですね。ありがとう、ぐーちゃん来てくれてありがとう。手続き乗ってる。はい、このダンシャツが似合ってるよ。ありがとうね。どっちが勝ったかな。勝ちまるですね。勝ちまるだ。名古屋といえば八丸です。ありがとう、名古屋市からの八丸です。八丸かわいいよ。皆さんご存知ですよね。人気なんです。八丸くんね、はい、私たちの大先輩ですよ、うん、名古屋海部と同じ1610年の名古屋生まれだそうです。人と触れ合うことが大好きで名古屋をあちこち旅しているということなので、はい、皆さんもね、どこかで会ったことある方も多いかと思います、うん、そうですね。名古屋の魅力をみんなに知ってもらえるようにこれからも旅を続けるということです。八丸くん、ありがとう。あ、続いて、お、なんか初登場で、あ、ありがとう。ちょっと踏んじゃってるよ。はい、奈良県から来ました、はい、ゆきまるです。かわいいね。かわいい。あ、すごい、もうどんどん前で出ちゃう。奈良県の王子町の公式マスコットキャラクターのゆきまるです。ゆきまる、聖徳太子の愛犬だそうです。あー、そうなんだね。ゆきまる、おいでおいで。で、今年にマスコットキャラクターに認定されて11周年ということで、11って11だからワンワンだそうです。ああ、なるほど。ゆきまるです。今ちょっと肉球見せてあげてください。聞いてないね。肉球見せて。肉球あるの。貴重だそうなので、ぜひ写真に撮ってください、はい、ありがとうございます。ありがとう。はい、ましょうか。次はさあ、続いて、はい、ありがとうございます。浜しちゃん、福岡県の浜獅子ちゃんです。自然豊かな福岡県浜獅子で農家の人たちを困らせているイノシシと市民を仲良くさせるために生まれたキャラクターとのこと。普段はのんびり屋で子供たちが大好き。ちょっと浜獅子ちゃん後ろ向いてくれるかな。後ろ、あ、クローバー。そうなんですよ、クローバー、四つ葉のクローバーがありますけど、はい、これは合併した四つの町が一つになるとの願いが込められて、はい、このピンクの葉っぱに作ったということで、これ触れると幸せが訪れると言われる、はい、あ、これがちょっと待っていいですか。はい、みんなに幸せプレゼント、はい、もらってください。ぜひね、かましちゃんに会ったら触ってみてください。頭釜になってるね、釜の蓋がついてるね。本当だ。はい、どうもありがとうございました。もうほら、呼ばれてなるんですか。続いては、ありがとう。
福井県から来ましたラッコです。福井県公式ブランドキャラクター、はい、ジュラシックのラッコ、はい、ラッコ。福井県っていうと恐竜王国ですよね。で福井ラッコをはじめ新種の恐竜や化石がたくさん福井県で見つかって、まあ、そこからできたキャラクターだそうです。もうね、福井県っていうと今年新幹線も東京の方から、ね、開通しましたので、ね、はい、今だいぶ注目を浴びている県だと思います、はい。福井県のラプトくんです。恐竜がモチーフで可愛らしいキャラになってます。結構動きが激しいですね。可愛いです。はい、ラプトくんありがとう。ありがとうございます。じゃあ後ろ行きますよ。あ、次に見えたのはみきゃんですかね。来ましたよ。来たよ。あ、意外と飽きよ。続いては、はい、愛媛県のみきゃんです。結構ね、テレビとかでもよく見かけるキャラクターですけれども、本日は愛媛県の魅力を PR するために来てくれました、はい。このみきゃんの由来なんですが、みかんの実と子犬の鳴き声、キャンを合わせてみきゃん。子犬なんですね、モチーフがね。で、誕生日はちなみに2011年11月11日とワンワンの日、ワンワンの愛媛県に生まれたと。チャームポイントはの形をした花。ハート形してますね。お花、これハートだったんだ。かわいいね。ピンク色で、ね、後ろ姿見てもらうとみかんの花のシンボル。あ、みかんの花、いい香りがするんだよね。いいね、かわいいですね。愛媛県のみきゃんです。ありがとうございます。はい、みかんやレモンや八角など甘夏などね、美味しいね、いっぱいなんですね。このステージに出るゆるキャラたちは全員集まりました。前に来てください。写真撮ってください。ではしばらく撮影タイムで、あ、ね、ちょっと間に完成しちゃった。ちょっとなんか、あ、そう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 です、そうです、はいはい、来てください。ちょっと前に来てください。